古橋京吾代表ボールキター。みんなの反応がこちらです。京吾をオール。ガモン先生も京吾がナイスタで決めたの激アツすぎるな。古橋ついに決めた。これは本人嬉しいな。古橋京吾したパターン。キーパーとの1対1を冷静に決めた。ようやく古橋のゴール見えた。古巣で決められてよかったですね。この時をずっと待ってたよ。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。